はい、前回紹介した VZ マシンですが、ボディがなかったんですけど、ボディを今回つけてみました。サイクロンマグナムのポリカのボディになります。これね、ずっと欲しかったんですけど、やっと買えました。サイクロンマグナムクリアボディセットです。ですね、今回はこいつをここに取り付けたので、塗装をしていこうと思います。一応取り付けるにあたって、開けた穴が真ん中の2箇所ですね。真ん中の2箇所をここに開けて、一応モーターとかを避けるためにこの辺をね、抜いてやります。わかりますか？この辺とかこの辺とか、あとは横をちょっと切ってあるのと、この辺がちょっと削ってあります。ちょっと加工が汚くてすいません。ではこいつを色をつけていこうと思います。一応2個買ったので、1個目は普通にサイクロンマグナムのこのまま白に染めてみたいと思います。はい、じゃあそれではこいつで塗装していこうと思います。最近知ったんですけど、ポリカのボディはポリカーボネート用のスプレーを使わないと剥げてくるというのを今まで知らずに普通のやつでやってて、いつも取れてきていました。なんで今回はちゃんとポリカ用のやつを買ってきましたので、これで塗っていこうと思います。塗れたかな？こんなもんか。ではこれで数分乾かしていこうと思います。いかがでしょうか、このかっこいいフォルム。実は私は根っからのソニック派で、マグナムを作るのがこれで初めてだったりします。確かに作ってみてマグナムもかっこいいなというふうに思いましたが、実はソニックのポリカが発売されてくれることが本当の夢だったりします。というわけで VZ のニューマシンのボディを載せましたという動画でした。今回もご視聴ありがとうございました。また見てください。ぜひチャンネル登録もお願いします。